会場にお越しの皆様、本日は福祉フェスタ2017アミプラザにお越しいただき誠にありがとうございます。ただいまよりイベントスペースにて和田正幸様、佐藤純子様によるギター演奏が開催されます。ぜひ皆さん足の方をお運びください。それでは和田正幸様、佐藤純子様によるギター演奏をただいまより開催いたします。長崎市内でクラシックギターの教室を開かれております。もし皆様ギターに興味の方がある方がいらっしゃいましたら、演奏後に気軽に声をかけていただけたらと思います。それでは和田様、佐藤様、よろしくお願いいたします。おはようございます。なんか寒いような寒くないようななんかそんな感じです。私たちは名前が違うのでなんとなく想像つくと思いますけど、兄弟ですね兄弟でやっております。子供がちょっと大きくなって手が離れてきたので、まあなんとかまた兄弟でずっと演奏活動やってたんですが、再開をしたということで、去年からずっとやってます。場所が場所なのでどうなのだろうと思いましたけれども、クラシックギターですね。ですから演奏する曲も当然クラシックの曲ばかりであります。ですからまあ間違いと言われば間違いなのかなと思いながらも、まあちょっとせっかくいただいた機会で頑張ってやりたいなと思います。第1曲目はですね、ガブリエル・ポーレですね。ポーレのシチリアーナという曲です。Thank you.
次はですね、なんとなく知ってる曲がいいかなって思いまして、これ曲名のことあるのかな。あ、曲名はミスターロンリーですね。ミスターロンリー、まあ、こちらではミスターロンリーのデュエットとなっています。昔FM のジェットストリームでよく流れてた曲ですね。はい、これを演奏いたします。ちょっとなんか不思議な感じですね。何しろですね、帰ってくる音が聞こえません。いつもこう響いてる中で弾いてるもんですから、僕らって。だからこういう風にもう音に全部音が外れて、一応帰ってくる音があるんですけども、やっぱり慣れないせいかよく聞き取れてないっていうか、だからなんとなく合ってるような合ってないような。ちょっとそんな感じ。次はですね、せっかくなので、アストロピア・ソラの、オブリビオンという曲です。まあ、知ってる方は知ってるし、知らない方は知らない。まあでも、なんとなく聞きやすい曲です。ただ、すいません。突然うちの妹が持ってきて、これ弾こうって言ったもんですから、全く練習ができておりません。だから、まあ、いらんでも。まあ、なんとかなるかなと思いながらちょっと頑張ってみます。
やっぱりちょっと予想通りでした。すいません。ですね、思ったよりなんか寒いような寒くて、今実は汗かいてるんです。本当のことに汗かいて暑いんですけど、脱いだら指先は冷えてるんですよね。なのでちょっとどうかなと思いながら、来てます。次はですね、カバティーン、せっかくピンとこですね、ディアハンター、映画ディアハンターですね。ディアハンターのメインテーマ、メインテーマですね。ご存知の方はご存知だと思います。それを演奏しています。カバティーナはなんとなくご存知だったではないかと思います。次はですね、南米の国ウルグアイですね。全くご存知ない音楽ですね、どちらかというと。アグスティン・バリアス、実は僕らの業界の中では、結構有名な
作曲家になりそうなんですけれども、実はこの方のですね、映画がですね、できまして、日本で公開されたんですけど、まあ、かなりマイナーな映画なので、もちろん映画館とかで、放映されることはなく、特定の場所でされているものですから、僕らみたいにこういう長崎に住んでいると、もう映画を見ることさえできないんですけれども、ただせめてですね、じゃあそのマリオスの曲をやりたいねっていう話になって、することになりました。ちょっとタンゴなんですけれども、またウルグアイなのと、またちょっと違うかなっていう感じですね。曲名はドン・プレス・プレイデということです。
あと2曲です。あというのはですね、聞く方は大変だと思うんですけど、聞く方はですね、聞くのに必死でですね、もうそんなことを考えてる余裕もないですよ、ね。まあ楽しんでやってますけど、次の曲はですね、なんとかアブリオさんですね、名前ちょっと忘れちゃいました。曲名は日本語で言うとチコチコ、英語っぽく話すとチコチコになるんですね。要するに農場主と鳥たちの戦いのですね。そういう感じの曲だと思って聴いていただければと思います。なんとなくそんな感じが出たらなという感じで弾いてみました。何しろですね、指先寒いんです。体は汗かいてるんですけど、ものすごく寒いんです、実はですね。というか、暑いけど冷たいか。そんな感じですね。最後の曲になりました。最後はですね、やっぱりですね、こんなところなんであれなんですけど、でもやっぱり最後なので、曲名はですね、さようなら。
フェアウェイに書いてあるんですけど、夏の庭だと、ですね、監督だろ、監督わかんないね、すいません、ちょっと情報がちょっとすいません、いい加減で申し訳ないですけど、あの夏の庭っていう映画がですね、1990年ぐらいにあの作られて、日本の映画です。その映画のですね、エンディングをですね、南米のですね、アサド兄弟というギタリスト兄弟2人がですね、二重奏で弾いてるんですね。その曲を、その中からですね、その作業なら、まあ一番最後だからさようならがいいかな、ちょっと思いまして、一応選んでみました。ではそのさようなら、フェアを演奏します。和田様、佐藤様、素晴らしい演奏ありがとうございました。皆様、和田様、佐藤様にもう一度盛大な拍手をお願いいたします。和田様、佐藤様、ありがとうございました。